おすこいボンジュール、ありがとう。虹ありがとうございます。45分、あーちょっと待ってて、リップだけ塗りたい。リップだけで生活できそう。すごいフォンデュース来た、ありがとう。バラあと15分なんですよ、ちょっと待ってね。今日は自主練したからスピンだけど、リップは塗る。明日はちょっと待って、こんなことしてたら時間終わっちゃう。あ、休憩。よし、ありがとう。ハート、キャンディーありがとう、マシュマロハートありがとうございます。めっちゃ急に配信しちゃった。まあ一応予定したんだけど、あ、待ってる、待ってますね。あ、寝落としてた。寝落としないで、ここはこれからお風呂だよ。じゃあさっきご飯食べたんですよ。ギリギリセーフ。電話してフォローしてね。9配信、急に始まった。え、違う、これ裏返しじゃなくてそういう服なんだから、裏返しじゃない。買った塾員ちゃんそれだ。だって、おドスコイパワーやん、やったね、よかったね。明日皆さん、ネームプレート、何ネームつけてきてね。お名前シール、お名前缶バッジ、わかんない、お名前。急に始まったから違う人かと思った。塾に当選した、行くよ、待ってるね。ネームプレート、こっちは出なかった、出なかったの。あ、そう、名刺みたいなやつつけてきてね。明日は遠くから、遠くからってことはここの霊には来ないけど他の人の霊には来るの。やだ。名札か。え、待ってます。え、違う、これジャージーみたいなやつです。ジャージーみたいな、そうレッスン着で着てるやつ。ありがとう、ハート。今日チキホール受け取ってお願いじゃ入れてくね。ありがとう、待ってます。あの一人にしか当たんないやつだ。チケホと頑張っちゃ19日つけていきます、待ってます。名札、名刺、名札、名刺、え、なんか似てるね、両方とも。寝そうじゃなくて似てる。ありがとう、ハート、ありがとう、マシュマロ。なんかさ、中学3年生だからさ、かきれなとさ、ゆあにゃんはさ高校卒業したじゃん。だからもうショールームとか23時までできるようになるじゃん、4月からは。いいな。今日5月、愛知の通称撮って、おー、ありがとう、楽しみにしてるね。あと10分、ありがとう、島の。そう、ほんとすっぴんなんですけど、肌だけでもやればよかった。ありがとう、音符。え、じゃあなんかね、ここねカラオケ機能で「あの狼とプライド」を歌いたかったの、今日じゃなくて別日に練習して、そしたらね、なかった。ありがとう、ハート、たくさんありがとうございます。ありがとう、こっちゃんに脅された。
のね、まかりの投稿が来ました。ありがとうございます。あ、こっちゃんや、こっちゃんだよ。初握手会に向けて震えてます。震えないでもらっていいですか。ねえ、制服の色ピノキオ軍しかない。え、そうなの。ピノキオ軍マジでここやばかったんだけど。え、なんかさ、いい気になってるって上がるのにさ、ルーって直線そのまま。やばいよ、今日来週の新幹線時期。おお、待ってるね。ありがとう、ハート。ハナみたいにカラオケで、あ、確かにね。花なんね、花なほんと歌上手だよね。ありがとうございます、ハート。ありがとう、6月も来てくれるの。明日よろしくね、よろしくね。ありがとう、流れ星。そう、明日はよろしくね、配信だよ。いい気になってるじゃなくて、いい気になってるで。ほんとにさ、ここのさ、パパもさ、ママもお姉ちゃんもそれをさ、ずーっと爆笑してんの。本当にずっと爆笑してて、やばいよ、ひどいよね。もうママなんてお腹抱えて笑ってるって、パパはずーっとテレビをループしててさ、やばいって、ひどいよね。普通にいじめだよ、もういじめられてる。明日何話そうかな、明日何話そうか、何話しますか、何話します。ありがとう、ハート。ありがとうございます、ハート。マネージャーさんに、そうだよね、ありがとう、キャンディー。歌ってるぞとか言わないで、こっちゃんボイスなんで。もそう、ループ本当にめっちゃループされるの、パパがずーっとずーっとやってるから、ずーっと巻き戻してそこだけループして。ひどいよ。好きだけど、え、全然いいよ。プレゼントたくさんありがとうございましたね、本当に。ありがとう、ながら星、キャンディー、マシュマロ、ありがとう。明日は剣道着です。ありがとう、マシュマロ。明日5枚まで、5枚出しまでしかできない。5、え、1枚で何秒なの。でもありがとう、ありがとう。でもやっぱりなんかメイクしてた方がさ、顔がパッとするね。オーディションは SKE で3回目、乃木坂5期生 AKB18 だっけ、18期生だったと思うんだけど、すぐ忘れて。18期生で SKE12 期生で SKE1 枚約10秒、1、2って感じすると、もう1、2、3、4、5、6ってなっちゃうかな。バカにする気、やば、やばいね。売り切れちゃうか、売れちゃうか、いやー、どんなんだろうね、わかんない。それでもね、明日いけないので、剣道写真もちろんブログにもあげるし、X にもあげたい。ファンで使ってたら、え、ファンデーションはめっちゃいいものに出会ったんですよ。ちょっと持ってくる。あ、そう、や、え、そうだよね、ストップウォッチ。ちょっと待って、いてててて、ちょっと待ってて、ちょっと今日は騒がしい配信だ。でも今日はメイクしてない。たくさん買ってる人は名前が分かっててチェック。え、そうなの。カウントする人によって色は微妙に変わるよね。確かに。ファンデーションはこれ。え、なんかね、これね、これ好きなの。わかんない、なんかさ、わかんないんだけど、これなんかね、難しい。こうやってなってるから編み編みじゃないやつがなんか好きなの、謎に。なんかめっちゃね、塗り心地が好きなの。やば、あと5分だ。え、今日はなんか特に騒がしい、忙しい、騒がしいし。お姉ちゃんと色違いのメイクポーチ使ってる。最初から並んでないと怒られて終わり。最初から並んでないと怒られるの。ありがとう、マシュマロ。どこの、ね、
ミルクタッチ、ミルクタッチっていうやつ。なんかね、あのね、なんだっけ、なんかココはただ見た目がめっちゃ可愛くて買ったわけよ。あとなんか中身がめっちゃなんかぷよぷよしてて、あ、すごい、あ、ココがってこと？え、これ、え、どうなの？わかんない。え、でもなんかそんなに高くなかったような記憶がある。でもなんかファンデーションってめっ基本的に高かったような気がする、イメージ的には。なんか売ってて、なんか見た目が可愛かったから買ったら、なんかこれ有名なやつらしくてね、知らずに買ったら有名なやつらしくて、なんかね、なんか先輩方がさ、見たことあるとか話してて、隣で使ってたの。だからそうえ、見た目、え、でもこれ本当にね、使いやすいの。スタッフさんは最初からずっとループしてて怒ってくるから、え、そう、逆切れするやば。いや、中身もいいの、これは。中身もいい。ミルクタッチ、え、でミルクタッチのマスカラにしたんですよ、実は。なんかね、めっちゃ有名だって言っててね、有名だって言ってて、そう、なんか YouTube 見てメイクの勉強してるんですよ。それでそこで使ってて、じゃあここも買ってみようと思って買ってみた。なんか伸びるらしい、まつげが。まあまあまあ、マスコイボンジュール、ジュール、ボンジュール、まだボンジュール飲んでない。あ、ボンジュース飲んでない。え、何円だったかよく覚えてないんですけど、だいぶ前に買った。明日はね、楽しみましょうね。マスカラするよ明日は。でもなんか基本的メイクして配信してる時、マスカラはさ、落とすのが大変だからね。メイクの勉強しないと、顔めっちゃ変でこになるんですよ。メールのね、なんかね、送る機能っていうのがあってあるんですよ。ありがとう、やばいやばい、ありがとうございます、マシュマロありがとう。じゃあ明日は、あ、でもなんか明日の朝もしかしたら配信するかもしれないです。多分すると思います。少しだけね、15分ぐらい。夜はね、できないから。ありがとう、ハート。おやすみ、おやすみ、ロスコイボンジュール。やばい、アリオムランキング、ライブランキングいきます。13位、クロミちゃん。12位猫ちゃん。11位羊ちゃん。10位モモ。9位パンダ。8位石坂瑞希さんのアバター。あ、やばい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 、変わった変わった。7位、なんか男の子がなんか槍みたいの持ってる。で6位はなんかこうこういうやつ、なんか木みたいな。5位はぐんまちゃん。4位が男の子。3位が男の子。2位が1位がポンタ。変わっちゃった変わっちゃった変わっちゃった。ありがとう、明日はよろしくね。明日はよろしくお願いします。待ってます。今日はお風呂入ってちゃんとスキンケアしてから寝るっていう目標。ありがとう、ありがとうね。めっちゃ短時間だったけど、15分って早いね。明日はよろしく。明日はしっかりメイクします。頑張るね、メイク。おやすみ、おやすみ。明日急に配信するかもしれないから見てね通知来たら、あー来たぞーって。あ、終わっちゃった。バイバーイ。